東京オリンピックのマラソンのスタート地点この場所に正式に決まりました世界が注目するマラソンのスタート地点は大通り西4丁目の北大通りです10月のコース計測で正確な位置が決まり先月11日に世界陸連から認証を受けましたまた来年の5月5日には実際のコースでテスト大会が開かれます 国内外の選手が走るハーフマラソンのほか、市民ランナーによる10キロのレースも行われる予定で、来年の2月上旬からおよそ2500人を募集します。